すごくうわこれだってなるものがあって、私最近とろろそばに温玉トッピングハマってるんですよっていう話をすごいいろんなところでさせていただいていると思うんですけど、なんか毎回そう月見そばも買って温玉も買ってってやらなきゃいけなくて、すごくそれが大変、あ月見そばじゃない、普通にとろろそばも買って温玉も買ってってやらなきゃいけないのがすごく大変だなって思ってたら、なんとセブンイレブンにお月見とろろそばなるものが出まして、そう見て、私の欲しいが全部詰まったおそばが出てて今日買いました。ということでこれをいただきます。お腹は空いてないんですけど、これを持って帰るのめんどくさいのではい、お腹は全然空いてないんですけど、これを持って帰るっていうことがめんどくさいので食べていこうと思います。いただきます。はい、これを1個買うだけでどっちも叶えられるとい う, そうどっちもなんていうの、その月見な、うん、温玉も叶えられてとろろも叶えられる、幸せですね。私のために出たようなもの、あーなんかそば開けたら食べ、お腹空いてきました。私のおすすめはまず最初にとろろだけで食べるんですよ。でとろろも自分が食べるそばの部分にしか垂らさない、とろろだけって、とろろだけのトッピングのそばで食べる。とても美味しいです。そうだからこのプラスチックの中からちょっとずつとろろを出していくって感じです。混ぜないですね、混ぜるととろろがいなくなっちゃうので、でもこのとろろそばのとろろはいつもよりもとろろが緩いので混ぜなくてもいなくなる本当に私の配信見てる人がこれ商品開発携わったってぐらい、なんかさ、そばってわさびが入ってることとか多いじゃないですか。その薬味のわさびもないの、ネギは食べれるんですけど、ネギは入ってます。すごいありがたい、一個も無駄にしない、
でしばらくしたら温玉とトロロを全部トッピング、しばらくトロロだけで楽しんだら、これが私の温玉とろろそばの食べ方。レッスンは今日は終わりました。罪悪感しかない。でも卵はタンパク質。私はこうやって温玉をトッピングするたびにすごく、まあもちろん罪悪感を感じるんですよ。やっぱりトッピングって罪悪感すごいじゃないですか。でもいつも自分に言い聞かせてるんです。卵はタンパク質。黄身と白身どっちが好き？黄身のことに決まってるじゃん、 I love you。 はい、キュン。私麺類すすれないんですよね。本当にごめんなさい。
からか分かんない、なんか麺すすれなくなったの。いつの日からか気づいていた、僕は麺をすすれなくなったよ。やばくない？すごくゆっくりならすすれるんですよ。お腹いっぱい、ごちそうさまでした。うん、刻み海苔はなかったです。なんか青さ海苔はとろろに入ってた。そう、海苔は欲しかった、ちょっと、今日はレッスンは終わりました。もう
迷うな。何を迷っているかというと、現在地からじゃない、ちょっと前髪のねストレートパーマをどうしてもかけたくて、聞いてみよう。なんかすごかったってツイッターで見ました。雨、品川駅のなんかすごくて雨がなんか流れてきてました、ツイッターで。多分みんなと同じの見てると思います、きっと。すごかったですよね。明日前髪、いやでもせっかくパッツンに作ってもらったからパッツンにしよう。まあ前髪出すことぐらいいつでもできるわ。いや前髪は全然切りたくないです。今ちょうどいい長さ、全然切りたくないです。てつやさんハートありがとうございます。あ、眉毛のメイクがうまくいった日にします。ということで今日はあのやってみっちゃの溶接をみんなと見ようと思って
全然見てなかったので、ちょっとイヤホンないんですけど、なので垂れ流しなんですけど、一緒に見ていく配信をしようかなと思います。準備します。ちょっと音なるべく最小にして垂れ流しって感じなので、すいません。やってみっちゃなんで、すぐ終わっちゃうので、そう、本当はカラオケ配信しようと思ったんですけど、イヤホンなくてごめん。ちょっと待ってね、今連絡コピということで、やってみっちゃ。待って、私準備できてない。まだ CM 見れてないよ。違うの、イヤホンがなくて、そうカラオケ配信できない、溶接です。橋本春奈のやってみっちゃ溶接編、それでは再生していきたいと
思います。いきます。いいですか？いいですか？大丈夫？準備できてんのかな。まあ何人か準備できてるよって声聞こえてるけど、声は聞こえてない。コメント見れてるけど。よし、いきます。いっせーので、やってみちゃー、イエーイ。はい、企業団地その堅苦しい火花バチバチ。西尾には連絡しました。西尾さんに絶大な信頼。めちゃめちゃメイクさんとか映ってるけど大丈夫そういいの？こんにちは。ここに髪染めたてだから暗い。こんな場所があるって知らなかった。はい、全然知らなかったです。某 M のハンバーガー屋さん。さすがにね、某 M はちょっとまだ早い。一昨年オープンしたんだって。大丈夫って言わせてるやん。シャキン。いやね、ここさ、ここ使うの？もう全然私じゃなくてよくない？アイドル一応顔大事。え、てか髪の毛危なかったんだ。こんな、なんかもっとしまってよ髪の毛。髪の毛危なくない？めっちゃ楽しかったです。なんか工作とか技術系とかすごく好きだったので、もともと。嬉しい、ネームプレート作り。せっかくね、名前だからね、ネームプレートだから、自分の名前を、なんか6文字以内だったので、そう、ちょうどよかった。ね、全然すごい、こうやって見たらすごいボロボロ。
難しいことを言われましたが頑張ります。頑張ってください。30分もやってたんだ。めっちゃ上手にできました。めっちゃ富山弁、誰か分かってもらえんがんだった。めっちゃ楽しい溶接。椅子の足。やばくない？自動車作れる。これできたら。髪の毛危ない、マジで。え、すごい。社長はそん。え、難しいんですよ本当に。え、うますぎん？私。え、めっちゃうまくない？めっちゃうまい、ハーピョン。就職先決まっちゃった。アイアンプラネットさん。ねえ、かぶったまま写真撮ってんの、うちら。かぶったまま写真撮ってたらもう本当に私じゃなくていいんですよ。ね。ということで、ハルピョンやってみ、橋本太郎のやってみっちゃ溶接会でした。もう誰かわかんない。もう誰でもいいみたいな感じではあるんですけど、椅子は寄付しました。はい、こちらで体験されるいろいろな方々に座っていただけたりとか、それこそ社員の方々、この体験だけじゃなくて本当にいろんな溶接、いろんな企業さんの溶接とか、そこら辺にある道路とかにあるこうなんかいろんな溶接をされてる会社さんなので、その会社さんの従業員の方が休憩の時とかに座っていただけるように寄付させていただ、お椅子は寄付させていただきました。そしてネームプレートの方はお持ち帰りしていいよっていうことだったので、お持ち帰りさせていただいていただきました。時間で本当に椅子自体はそう、なんか溶接の何が難しかったかって、こうビーってなるじゃないですか。こうビーってなるところのここがブレるんですよ、どうしても。やっぱりそうだから、すごくそれが難しくって、そうなかなか難しかったです。けどやってるのはすごく楽しくて、まあ体験だから楽しいっていうのはもしかしたらあるかもしれない。そう、就職先ってなったらもうね、ちょっとずっと溶接ってなるとちょっとね、疲れちゃうかもしれないんですけど、
そう、すごく体験先として体験させていただいて、やってみっちゃさせていただけて、すごくすごく楽しかったです。本当になんかもっとやりたい、もっとやりたいってなって、なんか椅子も最初はなんか全然その作るのもなんか一個だけやってみようみたいな感じだったんですけど、あのなんか一回で体験終わっちゃうのを、せっかくさやってみっちゃでやってみっちゃさせてもらえてる分、こうなんて言うんだろう、なんかもう溶接の工場みたいなところにさ来れないかもしれないじゃないですか。だからなんかいっぱいいっぱいやりたいなと思って、そうもうどん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 、えこれもやりたいです、あれもやりたいですって言ってどんどんさせてもらいました。楽しかったです。溶接また機会があったら、今度は初心者じゃないので、何でもできる分何でもしたいです。エムのハンバーガー屋さんはちょっと作れないかもしれないちょっとむずいかな。本のガチャね、しなきゃ、今しようせっかく進めてくれたから、じゃあ今やっちゃおう。ちょっとだけ引く、このガチャ引いたやつをスクショしとかないと後で大変なことになる。お、ゆいりさん出た。2枚出た。発表もまた同じやつ来た。同じやつはいらない。あ、ゆいりさんのシークレット来た。ゆいりさんめっちゃ出る。よし、ちょっと一旦整理してみます。一旦何が出たか整理してみる。
欲しい、誰が欲しいですか。一旦整理してみます。まずじゃん、せいちゃんの R T シャツ、なるの赤チェック UR、 あやみんの N 怪我心、もとむはるぴょんありがとう、みずみんの N 赤チェック、ゆいゆいの N 赤チェック、誰が一番最初にコンプするかな、誰のカード11枚最初に揃えれるかな、ゆいりさんのレア T シャツ、ズッキーのレア T シャツ、ゆいりさんの N 白、まるちゃんのレア T シャツ、続きましてあやみんダブりました、あやみんのレアの T シャツ、え待って、あやみんレア T、 レアどっちも T シャツなのやめてほしいどっちも T シャツなのやめてほしいな、わかんないじゃん出たか出てないかね、せいちゃんの N のこれなんだ、ユニット、太田ゆきちゃんレアの T シャツ、ハウピョンのウルトラレアのキャンディー、キャンディーやったの忘れたわもうハピオンのシークレットの8ポーズ、この写真いいね、もはやこの写真シークレットでもいいぐらい、サホさんの N の赤チェック、みずみんのし、え、SR の赤チェック。せいちゃんの S の赤チェック。はるぴょんの UR 欲しすぎる。ダメー。ダミー続きまして、太田ゆきちゃんの N の赤チェック、ゆいりさんの UR の怪我心、さほさんの N のハート型、ズッキーの N のおしめし、おしめしじゃない禁じられた2人だ、なるちゃんのねえ、なるちゃんの N かわいそう、これなんか貯金額が多いってカード持ってる、なんかかわいそうやだ貯金って書いとこハーピョンの R の T シャツ、せいちゃんの SR の白、せいちゃんいっぱい、せいちゃんいっぱい、これなるMC の時のあれですね。あ、ドボンのボーナスタイムだよって来た。
せいちゃんの R T シャツ、みずみん N けがしん、ゆいりさんシーク、あ、このゆいりさんのシークレット、なんかもうちょっと 目開いてて欲しかったけど、いい写真、いいアングルではある。ソロ、もうちょっと開いてて欲しかったけどね。ホテちゃんの R T シャツ、ホテちゃんの SR 白 TT、 なるのレアのT シャツ、レアはどっちも T シャツなんだ。ということで、なかなかまだまだですね。でもこれで出てないメンバーはゼロです。いない、もう3回ぐらい引こう。倉野さんの貯金額また出てきちゃった。ちょっとダブりが多くなってきましたよ。一旦チェックする前にメールを書きます。無料じゃないですよ。私たちもコインは集めなきゃ引けないです。無料ではありません。無限にあるわけではありません。はい、うちらもコインは集めてます。ちゃんと。え、メールの不具合はまだ直らない。え、遅れてないですか？嘘。送ってるのに遅れてない？みんな送られてないよって言われてないから、え、来てると思ってる。え、だよね、遅れてるよね。多分もしかしたらあれかもしれない、そちら側の問題かもしれない。そうなったらこっちは遅れてます。なんか別にマネージャーさんから差し戻しも来てないので、衝撃的内容を今からメールで送りますね。あ、やばい、携帯落ちた。今日ちょっと朝からロケじゃない、ごめんなさい、全然ロケじゃないです、全然レッスン、いろんなレッスンが今日はあって、そう、曲だったりとかいろいろあったりとかして、ちょっと
メール遅れてない全然。申し訳ない。基本的にオヤスが毎日最後にしてるようにしてて、なるべくそんな感じなんですけど、ちょっとたまにオヤスが不具合で送られなかったり、あのタイトル間違えて送っちゃったりとかするので、あんまり気にしないでください。クラノーパイセン SR、水島さん R T シャツ、ズッキー R T シャツ、サホさん R T シャツ、サホさん S 白、ゆいゆい R T シャツね、どっちも R は T シャツなんだやっぱり。太田ちゃん全力反抗期、ゆいりさん SR 赤チェック白、みずみん R T シャツ、みずみん SR 白、結構揃ってきてます。ほてちゃん SR 赤チェック、ハピョン、ハピョン N 赤チェック、ゆいりさん UR 白、ゆいりさん R T シャツ、え、やばくない？ゆいりさんめっちゃ一番揃ってる今んとこ、すごい。まだまだ飛行コイン貯めてるからね。まあ、いつかはコンプしなきゃいけないんで。どんどんダブり始めてます、やだ。あ、水島さんのシークレット出た。うわ、なんかシークレット2枚出たんだわ。あ、あやみんのシークレットが2枚来ました、突然。あ、ぴょん、ぴょん来たー。ね、ハルピョンのさ SR めっちゃ出るから、さっきさあげないって言ったけど1枚あげるよ。さっきあげないって言ったけど、よし、一回整頓しよう。いっぱい引いちゃった、8回も引いちゃった。めっちゃ引くよ、コンプしたいからね。ハルピョンの R T シャツ、ゆいゆいの N、太田ちゃん N 白、ハウピョンの N シンクロ、みずみんのシークレット、
怪我心。佐保さんの SR 赤チェック。ズッキーの SR 白。なるちゃんの N 赤チェック。これさ、今来た人何してんだろうって思うよね。ドボンライブのカードを引いてます。佐保さんのシークレット白。せいちゃんの UR 全力反抗期。ゆいゆいの SR 白。まあでもショールームなんてそんなもんか。今その瞬間に来た人は何やってるんだろうっていつも思うよね。そりゃそう。あやみんの SR 白。ハーピョンのシークレット。ちょっとマイクと腕で顔ほぼ隠れてるけどね。シンクロ。太田ちゃん SR 赤チェック。あやみん SR 赤チェック。佐保さんのこのカードかわいい。レア T シャツ。なるちゃんの U… え、なるのこのカードもいいね。 UR 怪我心。めっちゃこのカードいい。ゆりさんのシークレット。なんかさっきの写真とあんま変わってなくない？シークレット。ハピョンの SR 赤チェック。これ何の、これ何のあれだろう、これ何の振りだろう。この腕をなぞっている振り、何の振りだろう、わからない。あと1、2、ハピョン3枚、なるちゃん4枚、ホテちゃん6枚、ゆりさん2枚、みずみん4枚、あやみん5枚、ズッキー6枚、せいちゃん5枚、ゆいゆい1、2、4、5枚、さほさん3枚、おおたちゃん6枚。よし、引くぞもう今日引かないと忘れちゃうか。ハーフィアン、太田ちゃんのレア T シャツ。もうどんどんダブリが多くなってきたので、スクショとかの問題じゃなくなってきた。あ、もうだって全部1個もニューない、つらい1個もニューないのつらい。あやみんの UR 怪我心。あやみんの UR 怪我心。ズッキーの SR 赤チェック。ゆいゆいと太田ちゃんの UR。 ゆいゆいの UR。 はい、全部コンプリートする気満々です。全力反抗期。
反抗期、みずみんのシークレットキャンディね。ハピョンの SR 出すぎ、もういらん。サホさんのシークレットとみずみんの UR、 サホさんのシークレットとみずみんの UR、 あれ、サホさんのシークレットなんだっけ、衣装白か。ね、覚醒するかな、どうだ。あやみんのシークレット全力反抗期、なんかここに来てあやみんがめっちゃ出る。ホテちゃん UR ハート型ん UR ハート型、ナルのシークレット来た、ナルのシークレット歌のやつとあやみんの N 赤チェック、あやみん残り1枚。フロストさんハートありがとう。あやみんが残り1枚になりました。長月さんメールありがとうございます。メール、お手紙、せいちゃん N 赤チェック、せいちゃん N 赤チェック、ゆいゆい UR ジレンマ、太田ちゃんゆい、待って、ゆいゆい UR ジレンマ、太田ちゃんシークレット白、こんばんは。ダブル天井はありますよ、私にも。それあるよ。あ、ゆいりさんシークレット怪我心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 。お、ゆいりさんもあと1枚になりました。さて、ゆいりさんとあやみんどっちが先にコンプ、ん、ゆいりさん揃ってるわ、赤チェック揃ってた、イエーイ。みずみんシークレットキャンディ、さほさん UR キャンディ、ズッキー UR メガネ、ゆいりさんが一番最初に多分揃いました。ちょっと確認してみる、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 よし、ゆりさんコンプリート、イエーイ。
ゆりさんコンプリート。ゆりちゃんちょうだい、だっていっぱいあるよ。あ、また出た、ゆりさんの SR あげます。ホテちゃんシークレット、初恋よこんにちは。太田ちゃんシークレット白、ゆいゆい SR 赤チェック。太田ちゃんシークレット白、ゆいゆい SR 赤チェック。もうそろそろゆいゆいも揃うんじゃない？シークレットゆいゆい全然持ってないや。いやゆいゆいのシークレット。そんな話をしていたら iPad の充電があと 10% です。なるちゃん SR 白、なるちゃん SR 白、ゆいゆいシークレット、全力反抗期。コインより先に充電がなくなりそうです。ズッキー UR 赤チェック。まだまだ回せます。はい、まだまだ回せます。ラピアの SR2 枚出た。いらないよ。いらないよ。あ、ズッキー怪我しん。クラノーさんシークレット2枚来た。歌のやつと赤チェック。なるちゃんも、お、揃ったんじゃない？なるちゃん揃った説。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。 うわ、なるちゃんコンプリート、イエーイ。あやみんとみずみんとかも、あやみんみずみんさほさん、まだ10枚。あやみんみずみんさほさん、まだ10枚ずつだ。まだまだ先は長そうだ。せいちゃんシークレット、せいちゃんシークレット、全力反抗期。もうさ、出たメンバーはもういいんだが。うん、いっぱい出てくる。太田ちゃんシークレットジレンマ、何回引いたんだろうね。私もこれで数えてないです。せいちゃん UR 赤チェック。私の配信を
聞いてカウントしてくれてる人がいたら。もうクラノーパイセンはもう全部揃ったからいいのよもう大丈夫なのよ。あ、太田ちゃん SR 白、これで太田ちゃんが揃ったかも。太田ゆき揃いました。すごい、どんどん揃っていく。ハルピョンはあと 1,2,3 枚、シークレット2枚と UR1 枚です。あと何人、まだ3人しか多分コンプしてない。まだまだ、ハルピョンの SR めっちゃ出るんだけど、いらんて。あ、サホさんシークレット来たので、サホさん揃いました。やったー、ハピョのシークレット可愛かったね。楽しみ、出すの楽しみ。ゆいゆいのシークレット全力反抗期。お、ゆいゆい揃ったかも。見てみよう。え、違う、待って、覚醒したってことか。覚醒したニューか。じゃあ違うわ。じゃあ揃ってないです、全然すいません。なんかニューはニューでも覚醒したニューでした。悔しい悔しい。あ、ハルピョンシークレットヘビーローテーション。ゆいゆい、ゆいゆいが覚醒しちゃった。あ、航空の4さん久しぶりに来てくれた。みずみん UR 白、みずみん UR 白。お、水島さん揃いました。航空の4さんいいね、ありがとう。いいな、だって、え、羨ましい。ゆいゆいのみずみん、どっちが羨ましいどっちが羨ましいですか。ゆいゆいのこのシークレットもうめっちゃ出てる。覚醒後も出るもう大丈夫だよ。ホテちゃん UR 白、ホテちゃん UR 白、ホテちゃん N 出てない、まだホテちゃんだけ1枚 N 出てないんだけど、本当本当。あ、あ、違った。ピョンのシークレット来たと思ったら持ってるシークレットでした。うん、これも持ってる。このシークレットは持ってる。シークレット R 社長さん、ハートありがとうございます。あやみも覚醒しちゃった。ちょっと待って、ホテちゃん本当に揃ってない。全然揃ってないや、ホテちゃん全然揃ってない。
もうだんだんダブっていきます。もうダブりしか発生しなくなっちゃった。ピョンの UR 来た。好きという文字がの K をやってるシーンですね。ハピョンあと1枚。何十連聞かないでほしいよね、もはや。全然出ない、もうやだ。こっちも無限じゃないからさ、コインちょっとずつなくなっていってるのよちょっとずつなくなっていっているのよ。アヤミンのシークレットが出ました。揃った、アヤミン。多分ちょっと一回確認してみる。長友揃いました。アヤミンしゃ、わ、ズッキーも。ズッキーのシークレットメガネ。いや、自分コンプだけではやめないです。全員のコンプで、そう、もう過去123ドボンライブ2あったっけ、忘れたけど、過去のドボンライブのカードは全部揃えてきてます。お、ホテちゃんのシークレット2枚揃った。突然それにより、あ、まだだ、ホテちゃん N が全然出てない。嘘でしょ。あーと、ホテちゃんの N 出てないって本当？絶対嘘だ。ちょっと待って、さすがに出てるはず。私のメモミスだと思う。こんだけ引いてて N 出てないってやばくない？出てるわ、メモミスですね。ホテちゃんも揃いました。あと4人、ハルピョン、セイちゃん、ズッキー、ユイユイ。出ない。めちゃめちゃユイリーさん出るめちゃめちゃユイリーさん出る。ガチャ思いっきり引けるの楽しくはないですよ、別に。楽しくはない。
全然。でも全部集めれるっていうのは嬉しい。別にドキドキとかはないから、楽しい楽しくないって言われたら楽しくはないけど、うん、あとね、コンプまで4人、ほんと？ピョン好き、ピョン好きセイユイユイ、全員シークレットじゃん。ピョン好きセイユイユイ、え、待って、私揃ってたえ、いつの間に、あれ揃ってないか、え、待って待って、わかんない、あ、揃ってないわ、危ない、揃ってなかったです、揃ってない、揃ってないです。ピョン好きセイユイユイ、あ、セイちゃん確認するの忘れた、多分セイちゃんも揃ってないはず。うん、ピョン好きセイユイユイ、疲れちゃった、全員シークレットです。なのでシークレット確定ガチャは楽しみです。来い、来たー、ハーピョン、ハーピョンのこのカード可愛いじゃん、漏れてるじゃん、これいいね、ピョン揃った、ズキセイユイユイ、お、ユイユイ来たんちゃう、違う違うシークレットでした、やばい、充電あと 5% 充電あと 5%、 ここで引けないかも。お、ズッキー来たんちゃう、来たー、ズキちゃん揃いました、セイユイユイ、セイユイ、残りセイユイ、シークレット確定きた、あ、セイちゃん、違うシークレット、これもうやだ、助けて、もうズッキーのいいのよあとはそう、2人のセイちゃんとユイユイのシークレットだけ、あ、ユイユイ来た、ユイユイ来た、よし、あとセイちゃん、あとセイちゃんの1枚を求めて、自分以外のカードは基本的にあまり使わないですね、ユイリさんとかはたまに使うけど、めっちゃたまに、ユイリさん、みずみん、みずみんって感情こもってないね、このこの言い方、君のおかげだね、ありがとう、それすらも可愛い、覚醒しちゃったよあのちゃんの電電電波の時もそうだったけど、みやの方好きめっちゃ可愛かった本当に。
ね、そろそろ出てもいいんちゃう？せいちゃん、せいちゃんそろそろ出てもいいんちゃう？感情こもって言うってこういうこと。めちゃめちゃ感情こもってるでしょ、ハーピョン。覚醒しちゃった。やっぱせいちゃんだけだ。あと君のおかげだね、ありがとう。もうこの時みたいに可愛い声はもう出せないです。 AKB48 のドッポーン独り占め。君のおかげだね、ありがとう。いけるか。似てるでしょう。よく言われる。真似したら。待って、違う、サホさんじゃないんだ、せいちゃんだ。来たかと思ったら。何年前の声？4年、5年前ぐらい、うん、これが4周年ライブを今やろうとしているので4年半前ぐらい。リリさん、ここまで育ててくれてありがとう。かわいい。そうね、結構前。そうね、ドボンがそんなに立ってる。あ、ハルピョンのシークレット漏れてるやつまた出たよ。やったね。ちゃんも進化覚醒しちゃった。え、もう46分ねえ。もう11時になっちゃう。帰るよ本当に。せいちゃん出て早く。ゆりさん何枚覚醒すんの。シークレット、シークレットチャンス3枚ある。いきます。コズ覚醒しまくってる。ミズミンのこれ聞くの楽しい。君のおかげだね、ありがとう。ミズミンのこれ聞くの楽しい、大好き。せいちゃん覚醒しなくていいのよ。せいちゃん覚醒する前にシークレット出てほしい。泊まりたくはないね。お風呂入りたいし、明日公演だし。
メイク道具は持ってるから別に出れるよ公園は、このまま行っても。でもお風呂は入りたいかな、ちょっと。サホさんかわいい。何枚引けばいいの、まあ、シークレットチャンスまた3回やります。いきます。出ず出ず最悪。出なさすぎ。そうそう出てもいいんじゃないかな。ね、来たわ。いや違う、これせいちゃん持ってる US シークレット。来た、水島チャンス。かわいい水島チャンス。シークレット3枚来い。ブー、ハピオのシークレットいっぱい出る。大好き水島チャンス。もうなんか別日に引いた方がよかったりする。この写真めっちゃいいよね。このなんか8ポーズで周りボケてる感ちょうどいい。あと1枚が出ない。フラノさん貯金額が多い、めっちゃ笑顔で持ってる。え、バッテリー確かにあと 3% だ。
水島さん覚醒しすぎじゃない？もういい？せいちゃん、せいちゃん出なさすぎる。もうだいぶ減ったよコイン。そこはまだ見えないけど、だいぶ減りました。あやみんの声もかわいい。ゆいゆいのも可愛い。もう全然出ない。線はやってます、絶対。もうこんばんは。ねえ、あやみんのシークレットめっちゃ出る。ホテちゃんのさ、 SR の後ろにさ、私いる、ここに。イエーイ。友情出演。映り込み。もうそろそろ弾くのも飽きてきちゃった。タパパさん、ハートありがとう。ハピョンが映り込んでるカード持ってた、イエーイ。やだ、泣きそう。え、本当に持ってないのかな、せいちゃんのカードシークレット。ちょっともう一回確認する。でも3回ぐらい確認したんだけど、持ってない、やっぱり。もうやめて。
もうそろそろ終わる。11時まで頑張るね。か私の iPad が切れるまで。あと 2%。 これで出なかったら明日引きます。覚えてるかな。明日か明後日。明後日じゃちょっとやばいのか。明日にしとこう。出てくれ頼むから。せいちゃん覚醒いいの。自分のシークレット出してコインは無限じゃないです。さっきから言ってるけど有限です。結構減ってきました。だいぶ。ごめんなさい、あくびをしました。おはよう。いや、せっかくならちょっと充電なくなるまで引くわ。ならね。あと 1% だし充電なくなったらやめます。めくってる間にさ充電なくなったらどうなるんだろう。困っちゃう。ということで全員コンプしました。よかった11時にやめなくて。ありがとうみんな。今日はぐっすり眠れそうだ。よし、ということでありがとうございましたね、30分ぐらいだけ配信して、ね、さあ帰ろうと思ってたのにもう2時間ぐらい配信してんだけど、やりすぎはい、ありがとうございました。明日劇場公演なので、まあ別に劇場だから頑張るってわけじゃないけど、毎日を頑張って生きていきたいんですけれども、まあその中でもやっぱファンの方に見ていただけるパフォーマンスをしっかりとできるように頑張りたいと思います。はい、気をつけてご帰宅させていただきます。ということでランキングいきます。1位鉄道のエイトさん、2位、航空のフォーさん、3位サプライズレバーさん、4位徹也さん、5位ギャローさん、6位ゆたパパさん、7位ともゆきさん、8位トラック野郎さん、9位マックミックさん、10位あちゃこちゃん、11位ネバーストップさん、12位まぼろしさん、13位ときめきこばぴょんさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました、ゆっくり寝れそうです。いっぱい寝たいと思います。ありがとう。おやすみなさい。またね。バイバイ。ピョムビートロ。バイバイ。おやすみー。